今回ですね、テーマとなったのが、いくつかあるんですけど、今、女系天皇という言葉が出てきました。これがやはり保守派からの相当な攻撃を受けているということと、あとそもそも今回は高市早苗さんが立候補をほぼ決めたので、女性候補としては自民党の12年ぶり、小池百合子さん以来のやっと候補になれたということなんですね。このようにね、異性に対して、特に女性に対してまだまだ、マイノリティ扱いをしているというこの国なんですが、鈴鹿さん、このあたり、どういうふうにご覧になってますか？そうですね。僕はやっぱりセクシャルマイノリティという立場では、本当に、性別であれ、国籍であれ、年齢であれ、どなたでもその、政治のリーダーになりうるような国にはなってほしいとは思うんですけど、なかなかそうなってはないなっていうのは感じてます。やはりね、なんかね、その見えない壁、クリントン、国務長官、昔のですね、今の、候補だった、ヒラリー・クリントンさんも、要するにガラスの天井という表現をしてですね、アメリカですらやはりそういうのがあったということを表現してましたが、日本はね、やはりもっとそういう意味では、女性が普通に政治の舞台に出てくるっていうのが、まだまだ女性総理とかね、女性総裁候補と、女性知事と、女性がついている時点で、やはり差別というかですね、まだ対等ではないなという気もするんですが、平林さん、このあたりはやはり自民党の文化というよりも、永田町の中に根付いてしまった文化なんでしょうか。そうですね、今ね、上杉さんがおっしゃった非常にこう大事な、ね、ポイントでですね、確かに女性議員がですね、今、衆議院では1割ですからね、これは本当にね、増やしていかなくちゃいけない、それには、クォータ制とかですね、各政党が本気でね、その女性の立候補者を立てるっていうですね、そういうことをしていかなくちゃいけないっていうね、問題は当然あるんですけども、これは僕はもう昔から言ってるんですけれども、世の中は男と女ってのは半々なんですから、ですから女性の議員が半分いても全然おかしくないわけないとね、僕は思うんですけどもね。だからそうやって、その女性議員をですね、どうやって増やしていくかっていうね、問題があって、自民党の体質変えなくちゃいけないって問題あるんですけども、しかし一方でね、一方で、これは本当に気をつけなくちゃいけないのはですね、もう早くも自民党の中で出てるんですけども、高市さんを支持するですね、細田派の議員がですね、女性初の総理総裁を目指して頑張ろうっていうね、そういうことを言い出してるんですよ。これ非常に薄っぺらな、ね、発想でですね、女性だから総理総裁、初の、ね、女性総理総裁を、ね、目指そうっていうんではなくて、高市早苗さんの政治家としての、ね、実力、見識、能力、そういうものをですね、見越した上で、高市さんを支持すると言うんであればいいですけどもね、女性初の総理総裁っていうね、そこだけにですね、何か価値を見出してね、だから自分は高市さんを支持するんだっていうね、こういうのが自民党の中で、表面的なね、本当に浮ついたもので、ちょっとこう広がりそうなね、気配もあるのでね、そうするとまた自民党間違えるんですよ。その人物の能力を見ないでね、わーっとね、わーっとそっちに流れてしまうっていうんでね、これまで何度も自民党は痛い目に遭ってるんですから、失敗してるんですからね、またぞろ同じようなですね、発想で同じようなことが起きかねないっていうね、これも一方で抑えておく必要があると思いますよね。このニュースコーナーまとめますけど、女性ですらそうなんですから、もっと言いたいことはですね、LGBT 含めた、そういう普通の人たちに対する、いわゆる差別というか壁はもっと高いわけですよね。で、鈴鹿さん、例えば世界を見渡すと、アイルランドのにはですね、オープニングゲイの首相の、要するにカミングアウトした首相の、レオ・バクラ・バラッカさん、彼、総理大臣になったんですよね、アイルランドで。で、しかも、先ほどちょっともう遅れてると言いながらも、実はアメリカでもですね、今回の大統領選、去年の大統領選で、ピート・ブティジ氏がですね、候補として善戦して、結果、運輸長官になってるんですね、今。彼もカミングアウトして。そういうふうに、やはりですね、他の世界中を見渡すと、もう女性どうのこうのじゃなくて、先に普通の人たちとしての LGBT の人たちがそういうところに入ってる。このあたり、日本はまだまだじゃないかと
というふうに思うんですが、その観点はどうでしょう。そうですね、まだまだ本当に発展途上だなっていう気はするんですけど、やっぱりあの、LGBT の、オープンにされてるあの議員の方もあの出てあの活躍されている中で、 まだまだあのそうですね、もっと、うん、いい未来は何年後、うん、何十年後かには来るのかなっていう気はするんですが、あの他国と比べるとやっぱり日本はまだちょっと遅れを取ってるなっていう印象はあります。そうですね、まあ、まさにね、あの言い続けて、そして鈴垣さんのようにその発信する人たちが、まあ、先頭立つのは本当に風も大変で厳しいんですけど、そういう人たちが増えてくることによってしか変えることはできないですし、あとはやはりオペードがこれ始まった2014年、あの LGBTQ も含めて毎週ニューヨークからですねLGBT 特集を当時の前田支局長が届けてくれたんですが、まあ、そういうこともあってね、ようやく変わってきたと、変わらないことはないんで、まあ、それをやり続けることなのかなと